恐るべき暗殺獣グラールの襲撃から逃れた少年の正体はザム文明の未来を託されたザム星人最後の生き残りだった。ハートのメンバーは少年を保護する。ザム星人絶滅を目論むザム星の新しい支配者メンシュハイトは地球人に対し少年の身柄を引き渡せと脅迫する。だが港隊長以下ハートのメンバーはこれを拒否、少年の命を守り抜こうと決意する。メンシュハイトは再びグラールを出現させ攻撃を開始、ウルトラマンネオスと対決する。ネオスの決死の戦いの末グラールは倒された。しかし激しい戦いに深く傷ついたネオスの命も今消えゆこうとしている。恐るべきメンシュハイトの魔の手から果たして宇宙の正義は守り抜けるのか。私たちの住む太陽系はおよそ300万年に一度ダークマター漂う未知の宇宙空間を通過します。そこは何が起こっても不思議ではない世界。そのアンバランスゾーンを皆さんは今から体験することになるのです。ネオス、君のエネルギーのほとんどは今の戦いで失われてしまった。君を助けるためには我々の母なる星に戻るしかない。さあ帰るのだ、光の国へ。私の命は私だけのものではない。命のエネルギーを分離してしまったらこの星の青年は死ぬ。ゾフィー、光の国へ戻り、もう一つの命のエネルギーを。ネオス、君はこの太陽の下、戦ってはいけない。私が命のエネルギーを持って戻る前に戦ったら、君もその青年も死ぬ。約束できるね？
ぐらくん、しっかりして。ザム星人を隠しても無駄だ。ハートシーバーから発信されている微弱電波はこのコンピューターに全て記憶され、隊員の位置を知ることができることは分かってる。怪獣は倒したんだし、もういいじゃない。状況は何も変わってはいない。年収配当の脅威はまだ去ってはいない。ザム星人はもはや君たちの脅威ではないはずだ。なぜそこまでザム星人を追い詰めるんだ。全ての知的生命体はダークマターによる突然変異により生み出された。ダークマターの進化こそが宇宙の意志だ。そしてその究極の姿が私メッシュハイドなのだ。我々は宇宙に選ばれた者としてこの宇宙の秩序を守り、理想の未来を作り上げる権利を持つ。ザム星人のような野蛮な生命体はこの宇宙の未来に必要ない。神にでもなったつもりらしいのか。君たちもこの宇宙から消してほしいのか。待て、ザム星人は我々の手で捕らえる。24時間の猶予が欲しい。君の名前まだ聞いてなかったわね。ザム星人にはこの星の人類のように個人の名前はない。それぞれの役割によって呼ばれるんだ。僕の呼び名はエスラー。地球の言葉では期待するという意味だ。君はみんなから期待されているんだ。僕はいつか仲間をよみがえらせるために命のエネルギーを使わなければいけない。でもその時僕は死ぬんだ。それが僕の定めなんだ。君の名前は希望とも言えるわ。そうか、彼はそんな重い期待を背負っていたんだ。何なんだろう、命のエネルギーって。命のエネルギーを吹き込まれて今の俺は生かされているような気がする。人はそこに未来があると確信した時、命のエネルギーを使うことがあるのかもしれない。神楽くんらしくないな、そういうの。リンゴでも剥くわ。なんか少し食べないと。ひょっとしてあなたがウルトラマンネオス。7隊員、俺がおびき寄せてる間に
車に走れ。やめて。大丈夫。俺がミラクルを超えたウルトラマンだってこと忘れないでくれよ。我々の指示に従ってもらう。ダメよ。この力は命を生むための力でしょ。人を傷つけるためには使わないで。お前らよくないよ。制服組が束になってさ。ここから立ち去れ。次は外さんぞ。やむをえん。武装解除、撤退。カグラ、あとは俺たちに任せろ。星人たちは星を離れ、宇宙に住処を求めた。もうお前が関わる必要はないだろう。私にはわかる。その少年がいずれ我々の脅威になると。この少年にはザム星人の未来がかかっているんだ。誰がお前に渡すものか。話し合いは無駄なようだな。あれがメンシュハイトの本当の姿。想像の産物じゃなかったのか。やっと気づいたか。悪魔に魂を売った人類の末路はどうなる。ウィザンダー、あとはまあ指導する。了解。部外者はさっさと降りてくれる。Thank you.
分2番でも叶わないのか。ネオス、君はこの太陽の下、戦ってはいけない。我々がウルトラセブン2-1を援護し、マイミ隊、オービットミサイル3倍。了解。ネオス、最後の命のエネルギーを使うの。あなたは死んでしまう。ああ、分かってる。なぜそんな嬉しそうな顔しているの？俺が今戦おうとしているのは、宇宙の未来のためだ。君も俺も、宇宙の一部だ。決して俺たちは死ぬことはない。この宇宙の未来になるんだ。これは10億人の仲間の命を預かって。待って、僕の名前は希望なんだろう。だからダメよ。死んじゃ。死ぬんじゃない。未来に生きるためにこの力を使うんだ。
の最後の力を受け取って。神楽旦那少年は先ほどから連絡を取ろうとしてるんですが。まさか神楽が死んじまうなんてこと。せ神楽君は自分の使命を見つけたって。神楽がそんなこと言ってたのか。ええ、あの座雲星人の少年も神楽君も宇宙の未来を守るために。おーい、神楽。神楽、横道で帰った。こいつ心配させなんて。しぶといやつだな。今度からはちゃんと連絡してください。これはあの少年から。犠牲だったな。いえ、あいつはきっと一足先に未来に行ったんですよ。そうね。ダークマター未知のアンバランスゾーンからは太陽系はもうすぐ抜け出すだろう。我々ハートの怪獣との戦いは終わるが、大事な使命が残ったな。ええ、10億人の仲間たちは今は俺たちの手の中だけど、人類の科学力で蘇らせる。いつかきっと。Na na 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 na
だと思っても明日はわからない疑うことばかりだね Every day力なくしてはいけないもの信じてとは何もかも変わりがした。